こんにちは、ほたらみキッズです。今回はこちらの糸を使ってかわいいバッグを編んでいきます。使う糸はダイソーさんで購入したものです。マクラメヤーンのビスケットベージュ、こちらを底の部分とかで使っていこうと思います。マクラメヤーンで編むときは5号のかぎ針を使って編んでいきます。こちらもダイソーさんで購入しましたクリアスパンコールです。オールドローズとシャイングレー2色を使って編んでいきます。この糸を使って編むときは6号のかぎ針で編んでいきます。今回は底の部分をマクラメヤーンを使って編んでいきたいと思います。ダイソーさんで購入できるこのバッグ底板を使っていただいても大丈夫です。1周44個の穴が開いています。今回は6目1模様で編んでいきたいので、1つの穴に2つずつの細編みの増し目をして、どこか2箇所で3目の増し目をすると1周90目で6の倍数になるかなと思います。円を6目スタートで毎段6目ずつの増し目をしながら16段目まで編みました。1周96目になってます。直径は約15センチになってます。ダイソーさんのバッグ底板と同じくらいの大きさになってます。円の編み方は別動画でゆっくり解説してます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。では側面の方を編んでいきます。円を編み終えて、そのままマクラメヤーンを使って側面を編んでいきます。鎖1で立ち上がって細編みしていきます。根元の細編みの頭に針を入れて糸をかけて引き出して細編みしていきます。1目に1つずつ増減目なしで1周編んでいきます。増減目なしで1周編んできました。マーカーをつけておいた目に引き抜き編みをしていきます。糸を少し長めに引き出して一度かぎ針を外します。マーカーをつけておいた最初の目、編み地の後ろ側から頭2本をすくいます。長めに引き出した輪っかをかぎ針にかけて、これを引き抜いていきます。後ろ側で引き抜き編みをしていくことで、立ち上がりの目、最後の編み終わり部分が目立たなくなってます。同じ要領で何段か編んでいきます。もう1段か2段くらい編めそうなので、糸がなくなるまで編んでいこうと思います。側面を3段編んできました。ここで糸がなくなってきたので編み終わろうと思います。高さは 1.5 センチくらいになってます。お好きな高さで調整してみてください。最後引き抜き編みで編み終わって、このまま糸を長めに引き出してカットします。とじ針を使って糸始末をしておきます。編み地をくるっとひっくり返して内側で糸を隠していきます。最後の編み終わりの目、ここの下にある糸1本、これを下から針を入れてキュッと引き締めておきます。あとは編んできた編み地の中に糸を隠していきます。こんな感じで糸始末したら余分な糸はカットします。次の段からクリアスパンコール、こちらの糸を使って編んでいくので、6号のかぎ針に持ち替えて編んでいきます。どちらから編み始めても大丈夫です。今回私はシャイングレーから編んでいこうと思います。ここが編み終わりの目になってます。ここが編み始めの目になってます。この間に入っているのが引き抜き編みをした目になってます。段の最初の目、ここから編んでいこうと思います。ぐるぐる編んでいくので、どこから編んでいただいても大丈夫です。頭に針を入れて糸をかけて引き出します。立ち上がりは鎖3目です。最初の目にマーカーをつけておきます。立ち上がりの鎖3目も長編み1つとしてカウントしていきます。同じ目に長編みを2つ編んでいきます。糸をかけて根元に針を入れて糸端を巻き込みながら糸を引き出して2つずつ引き抜いて長編みしていきます。糸をかけてもう一度同じ目に針を入れて糸端をかぎ針の上に乗せて長編みです。立ち上がりの目と合わせて長編み3目になってます。このブロックを2目飛ばしで編んでいきます。1、2個飛ばした隣の目、頭に針を入れて長編みです。同じ目に長編みを3目編んでいきます。糸端は最初の部分だけ巻き込んであるんですが、残りの糸端は最後に糸始末していこうと思います。1、2個飛ばした隣の目に長編みを3目です。1つ、2つ、3つ。長編みを3目編んで2目飛ばした隣の目に長編み3目、2目飛ばした隣の目に長編み3目と繰り返して編んでいきます。ぐるっと編んできました。最後長編み3目で編み終わって 1,2 個飛ばした隣の目が最初の目になってます。マーカーをつけておいた立ち上がりの目に針を入れて引き抜いて編み終わります。続けて次の段を編んでいきます。鎖3つで立ち上がってマーカーをつけておきます。前段で編んだ長編み3目長編み3目の間です。ブロックとブロックの間に長編みを編んでいきます。今立ち上がりで1つ編んだので、この穴の中に針を入れて長編みを2目編んでいきます。もう一つ同じ目に長編みです。3つ目の長編みの途中で糸を変えていきます。この段はグレーとローズを1ブロックずつ色を変えて編んでいきます。3つ目の長編みの未完成の状態で次の糸に持ち替えて、この糸で引き抜いて長編みを完成させます。糸が変わったのでこのまま次のブロックを編んでいきます。2本の糸端を巻き込んで編んでいきます。糸をかけて隣のブロックとブロックの間に針を入れて2本の糸端をかぎ針の上に乗せた状態で長編みしていきます。1つ、2つ、ここも長編み3目めで一緒に巻き込んできたグレーに糸を持ち替えて、この糸で引き抜いて長編みを完成させます。色を変えた状態で次のブロックとブロックの間です。糸端を巻き込みながら次のブロックを編んでいきます。長編み1つ、2つ、3つ目の途中で糸を持ち替えて、この糸で引き抜いて色を変えて編んでいきます。これを繰り返して色が交互に入るように一周編んでいきます。3つ目で色を変えて編んでいきます。模様編み2段目ぐるっと1周編んできました。次の3段目をローズの方で編んでいきたいので、このまま糸を変えずに最後長編み3目で編み終わっています。マーカーをつけた目に引き抜いていきます。針を入れて糸をかぎ針の上に乗せた状態で引き抜きます。グレーの方は糸を休めておきます。1段目と同じように鎖3つで立ち上がってマーカーをつけておきます。根元のブロックとブロックの間から編み始めていきます。長編み2つを編んで立ち上がりの目と合わせて長編み3目分になってます。同じようにブロックとブロックの間に針を入れて長編みを3目です。この糸編んでいくと真ん中に入っているこの白色の糸がちょっと突っ張る感じで、その上のコットン糸がこんな感じでもしゃもしゃした感じになってくるんですけど、引っ張りながら調整して編んでみようかなと思います。次も長編み3目編んでいくんですが、前段で糸を巻き込みながら編んでいます。でこの色が違うのがちょっと目立つので、これも一緒に編みくるんでいきます。糸をかけてブロックとブロックの間、前段の巻き込んだ糸、同じ色だけで大丈夫です。この糸だけすくって巻き込みながら長編みを3目ずつ編んでいきます。次の部分も同じ色の糸だけすくって巻き込みながら長編みを3目編んでいきます。こんな感じで編んでいくと色が目立ちにくいかなと思います。一周編んでいきます。ローズを使って一周編んできました。このまま同じ糸で引き抜き編みをして編み終わります。鎖3つで立ち上がってマーカーをつけておきます。根元のブロックとブロックの間に長編みを2つ編んでいきます。3つ目の長編みの途中で休めておいた糸を持ってきて、この糸で引き抜いて色を変えて編んでいきます。同じように次のブロックとブロックの間に糸を巻き込みながら長編みを3目ずつ編んでいきます。3つ目の長編みの途中で糸を持ち替えて引き抜いて色を変えたら、次のブロックで糸を巻き込みながら長編みを3目ずつです。3つ目の長編みの途中で糸を持ち替えて編んでいきます。繰り返して編んでいきます。模様編み4段目編んできました。次の段をグレーで編んでいきたいので、最後はグレー3目で編み終わっています。マーカーをつけておいた立ち上がりの目に針を入れて、休めておいた糸をかぎ針の上に乗せて引き抜き編みをして編み終わります。次5段目、鎖3つで立ち上がって、マーカーをつけたら目元の穴の中に長編み2目で編み始めていきます。ローズの方は糸を休めておきます。あとは同じようにブロックとブロックの間に長編みを3目ずつ編んで1周編んでいきます。グレーだけで1周編んできました。最後引き抜き編みをして編み終わっています。今編んできた模様編みの2段目から4段目の編み方を繰り返していくと、このお花模様が交互に入っていきます。では繰り返して好きな段数編んでいきます。模様編みで13段編んできました。模様編みの部分だけで10センチちょっと編めてます。最後は糸替えをしないで、そのまま同じ糸で引き抜き編みをして編み終わっています。次入れ口の部分、そこで編んできたまくらめヤーンを使って編んでいきます。5号のかぎ針に持ち替えて編んでいきます。どこから編んでいただいても大丈夫です。編み終わりの目に針を入れて糸を引き出して細編みして編んでいきます。鎖1で立ち上がって、根元に針を入れて細編みしていきます。細編みの頭にマーカーをつけておきます。1目に1つずつ細編みしていきます。長編みを編んだ目に針を入れて細編み、長編みの頭を1目ずつすくって細編みしていきます。1周編んでいきます。細編みで1段編んできました。マーカーをつけておいた細編みの頭に引き抜き編みをして編み終わります。円を編んできた時と同じように編み地の後ろ側から糸を引き出して編み終わってもいいかなと思います。編みやすい方で編んでいただけたらなと思います。鎖1で立ち上がって根元に細編み、次の段も同じように細編みして編んでいきます。細編みの頭に針を入れて1目ずつ細編みしていきます。好きな高さになるまで編んでいきます。切れ口の部分、細編みで5段編んできました。上から見るとこの入れ口の部分がちょっとしぼんだ感じになってコロンと丸い形になってます。ここから持ち手を編んでいきます。バッグを半分に折ったところでマーカーをつけてあります。半分の1から12目目のところにマーカーをつけてみました。お好きな位置で調整してみてください。4箇所持ち手をつける位置を決めたら半分のところでつけておいた印は外しておきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。最初の目にマーカーをつけたら1目に1つずつ細編みして編んでいきます。マーカーをつけた手前まで編んでいきます。マーカーをつけた1個手前まで編んできました。マーカーを外してマーカーがついていた目に細編みします。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。ここから鎖編みで持ち手にしたい長さの分だけ編んでいきます。鎖を60目編んできました。長さは約30センチになってます。お好きな長さで調整してみてください。持ち手にしたい長さの分だけ編めたら次のマーカーをつけた目です。ここに細編みでつなげていきます。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の目からは1目に1つずつ細編みしていきます。反対側の持ち手も同じように鎖で作り目して1周編んでいきます。持ち手の作り目をして1段編んできました。次の段も同じように鎖1で立ち上がって1目ずつ細編みして編んであります。持ち手の根元にマーカーをつけてあります。マーカーをつけた1、2個手前まで細編みしてあります。次は持ち手の部分を編んでいくんですが、マーカーをつけた前後の目を2目一度して編んでいきます。マーカーがついている1個手前の目、ここに針を入れて糸を引き出してマーカーをつけておいた目を飛ばした隣の目、鎖の最初の目になります。ここの裏山をすくって細編みしていきます。 V の字で鎖の目が並んでます。こっちが鎖の表の目になります。くるっと反対側を向けるとポコポコとした目があるので、この裏山を1本すくって糸をかけて引き出します。針にかかっている3つの糸を一度に引き抜いて2目一度します。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の段以降もマーカーがついている前後の目を2目一度して持ち手の部分を編み出していきます。次の目からは1目に1つずつ細編みしていきます。裏山に針を入れて細編みです。裏山をすくって編んでいくのがちょっと大変だなっていうのもあるんですけど、ここで裏山をすくって編んでいくことでこの縁の目が綺麗に仕上がってきます。1目に1つずつ持ち手の部分を編んでいきます。細編みで持ち手を編んできました。持ち手の角の部分、ここもマーカーをつけた前後の目をイメージとしていきます。裏山なのでちょっとすくいにくいんですが、鎖の最後の目、裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。マーカーをつけておいた目を飛ばした隣の目です。細編みの頭に針を入れて糸をかけて引き出して一度に引き抜いて2目一度します。2目一度した目にはマーカーをつけておき、次の段以降もマーカーがついている前後の目を2目一度して編んでいきます。次の目からは1目に1つずつ細編みしていきます。反対側の持ち手も同じように編んでいき、好きな持ち手の幅になるまで編み続けていきます。持ち手の部分、細編み3段で編んできました。最後の段は引き抜き編みで編み終わらずに、このまま糸を長めに引き出してカットします。とじ針を使って糸始末していきます。マーカーをつけておいた細編みの頭2本に針を入れて向こう側に糸を持っていきます。ここが最後の目になります。編み終わりの目、細編みの頭の向こう側1本、ここに手前から向こう側に糸を持っていきます。あとは編み地の後ろ側で糸を隠していきます。編み地が硬いので1本ずつ通していく感じで糸始末していくといいかなと思います。ある程度糸を隠せたら余分な糸はカットします。他の箇所も同じように糸始末していきます。完成です。今回はお花模様がかわいい丸コロバッグを編んでみました。底の部分と入れ口と持ち手の部分を枕目ヤーンで編んでいるので、しっかりしたバッグになってます。側面の方はコットン糸なので柔らかい感じがするんですが、グレーとピンクのキラキラした感じがとっても可愛いです。今回はこの組み合わせで編んだんですが、他の糸でも編めるのでよかったら編んでみてください。